指令コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。この番組ではある役の僕堀江俊に毎回番組内でやらなきゃいけない指令が課されます。今回の指令はラジオネームみなとさんからいただきました。嘘くしゃみを番組中に入れ込め、計2回入れ込みましょう。バレたら罰ゲーム。まあ花粉症の時期ですからね。それにこじつけてもう初っ端のオープニングトークで花粉やばいよねみたいな話をして、でも実際僕花粉結構来てんすよ。あの目とちょっと鼻に来てしまうタイプの花粉症で、ただくしゃみは本当に僕出ないんですけど、ちょっと出るふりして、でまあわかりやすく漫画チックにアクションみたいな感じじゃなく、ちょっとこうこらえた結果ちょっと出ちゃったみたいなみたいななんかそういうのでちょっとあの2回ごまかして、いやなんかでもバレそうな気すんなということで、この指令絶対クリアしてみせます。それでは配信スタートです。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ第56章。誰かこのギアスを解いてくれ。皆さんこんにちは、コードギアスジェネシックレコードある役の堀江俊です。皆さんこんにちは、ギギ役の高田裕樹です。皆さんこんにちは、サンライズ改めバンダイナムコフィルムワークスの谷口浩二郎です。社名が変わっている。社名が変わったんですよ。この、ね、もう今の時空ではちょっと違いますけど、まだサンライズの人間なんですけど、この配信の4月からは私、バンダイナムコフィルムワークスっていう社名が変わりまして、ね、名前変わったらどうなるんですかね。名前変わってもやることは変わらない、ね、やること変わんないんですかね。ですけどなんかこう、こうなんていうんですかね、建物の中で引っ越したりとか、こう いろいろやらなきゃいけないこともメールアドレスとかも変わるんですよ。細かいことで言うと、もうなんでやることね、この4月から、まあ堀江さんもそうだと思いますけど、いっぱいやることがプロフィットからラクンドックになりました。いやでもちょっと携帯似てるかもしれないですね。なんかそこまで変わらないような感じ、ね、やることは変わらない。そうですね、大変な人はいっぱいいると思いますけど。なるほど、バースプロモーションの高田裕樹で、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、ということで、はい、この番組は好評配信中のスマートフォン向けアプリゲーム、コードギアスジェネシックレコードの情報をお届けしていくラジオ番組です。はい、ということでちょっと久しぶりのギアジェネラジオ。いやもうなんかかなり久々な感じするわ。ですね、ね、この1ヶ月の近況をじゃあ聞いていこうかなと思うんですけど。いやなんか本当に花粉症がやばいなって感じ。ああ花粉症が。花粉症がやばいなって。わー、この業界の方もね、来るなーってすごく話してる方多い。俺なんかでも今まであんまり来ないタイプだったんだけど、はい、今年とか特に今日。うん。今日すごいよね。なんか今日すごい、うん、あ花粉飛んでる。花粉飛んでる。でも俺マジでさすがの俺でも感じるくらい、なんか目と鼻声にもなるし、今すごく。あ、そうなのか。鼻声と、くしゃみも出そう。くしゃみも出そうかもしれない。なんか打ち合わせの時からずっと言ってたもんね。え、なんですか、うん、花粉症がすごい。いや花粉症すごいもんだって。特に今日めっちゃ飛んでる気がするって。今日飛んでるもんだって。俺感じるんよ、そういうギアス持ってるから。あ、何のギアス？花粉感じ、花粉察知するギアス。ああ、それ結構厳しいギアス。ただただしんどいだけじゃないですか。すごいね。
でも最近流行ってるらしいです。さっきも高田さん打ち合わせの時に言ってましたけど、はい、あの注射が流行ってるんだってね。あの花粉症を治す注射、そうなんです、飲み薬とかでもなく、うん、しかも刺す場所もなんか首とからしくて、らしい。でもそれを打つとほんと3年くらいもうその花粉症の症状が出なくなったっていう人がすごいな。そうなんだって。なんか R1 飲むとさ、なんか大丈夫になるみたいな話ちょっとない？ちょっとあるよね、あるよね、あるね、ありますよね。さんはどうですか、花粉症ですか？僕も花粉症と、あの猫を飼ってるんですけど、猫アレルギーなんですよ。あれ、あれ気持ちでしたっけ？そうなんですか？そんな、あれあれそうだったんですか？私猫を18年間飼ってるんですけど、はい、その間に、ね、猫アレルギーになりまして、うわ、間か。それもあってこの寒木とかその花粉症の時期っていうのが、僕は鼻とかには出ないんですけど喉に出るのでずっと咳込むんですよね。なんで、あの収録場所にちょっと行きづらいんですよ。 あいつ咳してるってことは風邪なのかなとかって思われると、確かに風邪じゃないとかねえだなとか思うんで、本当っすよね。なんかくしゃみとか咳とか出ると本当もう弁明したくなりますもんね。違うですみたいな、コロナじゃないですよ、コロナじゃってなるよね。そうだね、結構ね。なんで喉飴とか欠かせなかったりしますか？いやだから僕も本当に今龍角散とかもないと本当僕も花粉症の人間なので、いやちょっとね必要なものを体に、ね、摂取しながらちょっと今日のラジオも乗り越えていきましょうね。よろしくお願いします。ということで今回ハーフアニバーサリーについてね、大次郎さんからたっぷりお話をお伺いしたいと思っておりますのでお聞きください。それではそろそろ始めていきましょう。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、最後までよろしくお願いします。この番組はコードギアスジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りします。コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ、やばい本当に鼻がねやばい、あら大丈夫、改めまして堀江俊です。改めまして高田裕樹です。改めまして谷口浩二郎です。はい、鼻詰まりが、あら大丈夫、この後の現場大丈夫かな、あちょっと心配だね、この後もあるからね、不安だな、まずは4月4日に公開されたハーフアニバーサリーイベントについてお話をしていきましょう。はい、ということでこちらゲームリリース半年を記念した新規ストーリーのイベントとなっておりますということで、この私たち現段階ではまだちょっとそのハーフアニバーサリーのストーリーを私たちパーソナリティが見えていなくて、そうなのよな、そうなんです。ただもうこれね配信聞いてくださってる方はもう配信中ということなんで、はい、まあ、ちょっと触りと言いますか、はい、どういうお話なのかちょっと谷口さんにお聞きしても良いですか？そうですね、はい、はい、で今回ハーフアニバーサリーということで、もう半年間皆さんありがとうございましたっていうところからまず、はい、でまたこれからもよろしくお願いしますっていうところから始めるんですけども、はい、今回ハーフアニバーサリーということで、まあ、イベントのタイトルが暗き夜赤き月から来たるものっていうタイトルなんですけども、まあ、何が来たのかっていうのは、まあ、これイベントやられた方だともうご存知の通りっていう感じなんですけども、はい、カルマスザクという、はい、あれスザクだけどスザクじゃないようなキャラクターが出てきているんですけども、で今回のイベントの触りとしましては、まあ、ミレイたちがいつも通りこう、学園祭のやり直しをやりたいっていうところからスタートするんですね。明るくスタートするんですね。そうですね、まあ、っていうのも、まあ一期の時に学園祭を完遂できなかったんですよね、最近まで再放送をしてたので15周年放送してたのでご覧になられた方はご存知の通り、まあ、みんなで学園祭をしているところ、まあ、ユーフェミアが、行政特区日本宣言をしたっていうところでこうちょっと学園祭がわややってなっちゃったんですよね、まあ、なんでそれを覚えてるミレイたちはこのフィンブルの冬でそれをやり直したいっていうのからスタートするんですけども、ただこの始まりが、主人公チームがですね、まあ、ルルーシュとかアキトとかが、フィンブルの冬に目玉がついてる月が浮かんでるんですけども、大きい月が、あれがですね真っ赤になってるっていうのを気づくんですよ、で何かが起きるかもしれない、ちょっと気をつけておこうねっていうところも2つの時間、ストーリーラインで始まっていくのが今回の物語という感じです。いやすごくこの今我々の手元にカルマスザクの立ち絵とかもあったりするんですけれども、すごいなんかもうちょっともはやセクシーですもんね。そうですね。なんか堀江さんの第一声がセクシーです。
肩とかちょっと締め付けられて、そうだ ねなんかちょっと縛られてというか、なんかここにもなんかすごく意味があるような感じしましたね、うんうんうん、そうですね。で今回のイベントの半分ぐらいまで進めていただけるとですかね、あの、はい、このカルマスザクの生い立ちって言いますか、うん、出生が分かりはするんですけども、うん、出生というか出自ですね、まあ、彼が、本来の世界線を進まなかったスザクなので、ですね、このデザインにも実はちょっといろいろそのストーリーになぞらえているものがありまして、はい、実はこの制服がですね、あの R2 で東堂さんたちが着てる、東堂さんとかあの朝比奈とかが着てるあの制服のアレンジなんですよ。へえ。なんで、黒の騎士団側についたスザクっていうイメージもありますよね。あ、そうなんだ、なるほど。でこう相手側からあの奪い取った誰かしらのマントを肩側に羽織って、なのであのスザク君って剣を使う時ってあの西洋刀を使ってたんですけども、はい、いつもこれは日本刀なんです。なるほど、そういうことか。そういう違いがあったりですとか、うん、でスザクのイメージっていうとやっぱり白とか青とか緑とかだと思うんですけども、今回のカルマスザクはそれと対照的に、いやそうなんだ、黒とか赤でカラーリングされてるっていう感じですね。あとやっぱカルマになってもピッチピチなんですね、ピッチ上の服はいや、まあ、あとどんな時もね筋肉質だから見えてます ね、素敵な体ですけれども、でもやっぱお顔とかもちょっと気になりますよ ね、傷がついてたり憂いた目になってたりとか、まあ、それはねぜひ今回のストーリーをご覧いただいて、はい、なぜここをこういう表情をするようになったのかっていうのを見ていただければなという思いますね。なるほど。まあ、あとはトピックスとして彼が乗ってるナイトメアっていうロボットも、はい、まあ、現在フィンブルの冬にいるスダカ乗ってるのはランスロットっていう普通の初期型のランスロット、羽もついてないようなやつなんですけども、彼が乗ってくるのはランスロットカルマっていう黒い、あ、そっちもカルマになっちゃうランスロットで、しかもそのスダカが R2 の時に使ってたランスロットコンクエスターっていうのの黒いバージョンなんですね。なので機体性能だけでいうと、通常のスザクよりも性能のいいものを乗ってくるっていう。そうなりますね。まあ、なのでこのフィンブルの冬にいるルルシたちはちょっとピンチになっちゃうっていう、なるほど、今回のストーリーなんですけども、ハーフアニバーサリーっていうことなんですけど、はい、ただこうハーフアニバーサリーだやったみたいな雰囲気ではなさそうですよねそうだね、不穏な空気しか感じないもんね今、うん、まあ、これも実は段階踏んでまして、はい、まあ、これまでのイベントですとハロウィンやりました、うん、クリスマスもやりましたし、ルルーシュ君の誕生日もやりましたって、こう楽しげなところで進んできてはいるんですけども、はい、ちょっとずつこうフィンブルの冬に異変が起きてるなっていうのはなんとなく感じるような状態になっておりまして、うん、で今回のハーフアニバーサリーでついにあのフィンブルの冬とライン編がちょっとリンクするお話なんですね。はい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 、なぜこうなっているのか、はいはいはい、あのルルーシュたちがどういう立場にいるのかっていうのがちょっと分かるようなお話になってるっていう、うんうん、ちょっとメインストーリーにも近いイベントになっておりますので、まあ、このハーフアニバーサリーを機に、まあ、ちょっとライン編を遡っていただいたりとかしていただけると、確かにそうですね、ちょっと打ち合わせの時にね、うっすらとお話聞いた限りだと、うん、結構なんかライン編のなんか延長というか、はい、すごいここもちゃんと読んでおかないと、そうですね、関わりがすごくなんかね、いやなんかすごいありそうな感じが、ね、お話さっき聞いててして、うんうん、はい、まあ、やっとこうなんかあれですね、かっこいい野郎見せられるなと思ってあのトナカイやってるだけじゃないかと思って確かに可愛いだけのアイコンじゃない、はい、なるほどなるほど、なんかこうこのお話を作るにあたって、はい、こうなんかいろいろ制作秘話的な、もともと本当にこのお話をやるぞっていうのはもう当初から決まってたんですか？え、そういうことではなかったんですけども、やっぱりこう区切りとして一つ、はい、あのハーフアニバーサリーっていうところもあったので、うん、あと、まあ、ちょっと起点になったのが15周年放送が1期目が終わったところがあるので、うんうん、さあ R2 に移行するぞっていう段に当たりまして、ならばこういうお話ができるだろうっていうところから、ね、そこにも合わせてたんですね、はい、だから文化祭でちょっとちょうどよく、はい、とかあのこれの一つ前のイベントですね、イフイベントといいますか、うん、あのステージ26、はい、皇帝と騎士っていうのも、うん、あのアル君がアルと C2 の会話であったかもしれない未来だ、うんうんうん、っていうのがここにリンクしてるって感じです。なるほどな、 あったかもしれない世界線のスザクが今回やってくる、カルマスザク、はい、で皆さんちょっとね、微妙に忘れなところもあると思うんですけども、コードギアスってあのやっぱりルルーシュ君があの政治劇とか
現代劇もやっている一方で、実は結構なオカルト要素がコードギアスは、まあ、当然、まあ、そもそもギアスも超能力ですし、コードっていう不老不死の能力もそうですし、はい、あのシャルルとかがいた黄昏の間っていう、あの謎の空間は何だったんだろうっていうのが、今回のハーフアニバーサリーでちょっとずつは明らかになっていくっていう感じですね。なるほど。なので、まあ、あのコードギアスといえばやっぱりこう政治劇だよっていうあのユーザーさんもいると思うんですけども、ちょっとその別のサイドから見たコードギアスっていうのを今回は楽しんでいただきたいなと思いますね。また解釈が広がりそうな感じですね。なるほど、ありがとうございます。ということで、ぜひまだプレイしていない方はね、はい、どんな結末を迎えるのか、うん、その目で見届けてもらえればなと思っております。ということでですね、こちらのハーフアニバーサリーイベントは、ゲームの中で様々な、記念キャンペーン実施していますので、そちらもぜひお楽しみください。さて、ここからは皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム和まだないにゃんこさんからいただきました。ありがとうございます。オール入るナナリどうしたどうした。しかし引けども引けども召喚でお迎えできませんでしたが、代わりに V2 がたくさん来てくれました。ありがとうございます、うん、ということで、幻の26話、めちゃくちゃ面白い、うん、ジェレミア教を強化すると聞けるボイス、いずれは陛下の御剣ナイトオブブラウンズにの伏線をまさかここで回収するとは、そんなナナリー教に対しルルーシュの騎士と紹介されるのはスザクではなく、うん、カレンだったことにも驚きです。そしてそして、世界平和を始めようのあの顔、果たして今までにこんなにも悪い顔で世界を平和にするというキャラクターはいたのでしょうか。驚きの連続で先が気になって読むのをやめられない幻の26話でした。で、27話まだですか。いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこう全力で楽しんでいただいていることがお便りから、そうね、はい、もう1行目からの熱意すごい。こっちが逆に戸惑っちゃった。ナナリ好きなんやな。そうやな。いや、でもナナリ、まあ、そうですよね、衝撃でしたよね、皆さんも26話、ええ、はい、まあ、ああいう風にこう本編とは違うまた道筋で、あ、ちょっと違うだけでこういう立ち位置になっていくんだっていうの面白さもコードギアスならではかなと思います。これ実際このイフのバージョンでの続きとか、うん、はい、まあ、それこそ27話とかですけど、はい、想定にはあったりするんですか。あの想定には当然あったりしますね。あのらら結末とかも当然考えた上で制作してはいるので、そうなんだ。ただ それをお披露目する機会があるかどうかっていうのはちょっと、まあ、もう皆さんのお声次第、お声次第っていうのはあるんですけども、このオール入るの声が、はい、皆さんにもっと高らかに高らかに響けばあるかもしれない、うん、なるほど。当然当時のアニメを作ってる時も、はい、やっぱり谷口さんとか大越さん、あのアニメ作られてた方々も最後まで考えつつ、うん、あの出だしを考えてたりするので、はい、まあ、それこそこのラジオでもお話したと思うんですけども、そのルルーシュが捕まってて、あの安楽椅子探偵みたいに牢獄の中から誰かを指示して世界、うん、あの反逆していくっていうストーリーも多分結末まで考えられてたんじゃないかなと思ったりしますね。いやー、なんかそれめっちゃ聞いたことはないですけど、本当にだからいろんな可能性がある物語ではありますね。うん、いくらでも番外編というかスピンオフみたいなものできちゃうんだな。27話か、なんか大変なギアスを受け取りそうになりましたね。伝わったかもしれない、このギアス。キャンセラー使ってほしくないですね。そのままかかり続けてほしいものですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、はいはい、じゃあペンネーム、あ、なんか感傷やばいな。あ、大丈夫。うん、感傷が。ペンネーム大和さんからいただきました。ありがとうございます。大和さん、はい、大和さん、堀江さん、高田さん、小次郎さん、こんにちは。こんにちは。ギアジェネにも劉宗などがいますが、僕は時代劇を見るのが好きで、大学生くらいの時にレンタルショップの時代劇の棚を全部制覇する勢いだったんです。1話ごとに必ずスカッとする展開があるのが好きなんだと思います、うんうん、お二人が好きでよく見るジャンルの作品って、何ですか。すいません、くしゃみが。あ、涙も出てきちゃう。大丈夫。あ、花粉症つれありますか。いや、逆にこんなに言われると違うんじゃないかって思えてきちゃうんだよな。まあ、お二人というかお三方ね。お三方が好きでよく見るジャンルの作品。ああ、ジャンルの作品、うん、なんだろうな。なんか高田
さんはな、はい、絶対語話表現強い作品とか見なさそうだよね。どういう間違いなくどういうことだよ。なんか言い方する人久しぶりですか。確かに、まあグロテスクなものとかあんまりちょっと増えてそう。確かにそうだね、うん、なんかなかなか怖いやつは。でもこうおすすめされてみたことはあるよ。ああ、いけた。その時はいけたし、なんかねその怖いとかグロいだけだと無理なんだけど、あちゃんと意味がある。あなんかそうストーリー性がすごいあって面白いって思ったのは、あれこれ作品とかも言っていいのかな、なんか映画のソウとかはすごい思いましたね。第一話確かに確かに、まあもうすごい面白かったけど、確かに触れては来なかったな。逆に私堀江くんはそういうのすごく触れてきてそうだなと思った、うん、大好きなるほど大好きだ。あの、まあ、もちろんフィクションに限るけど、うんうん、なんかそういう、ま、あの二次元とかでも、うん、そういうのが好きですね。なんかあとその極限の状態に立たされた時の、まあ、そうとかもそうだけど、うん、人間の本性がむき出しになるその瞬間、うん、出してきたなみたいな、もっと壊れろ壊れろって思ったなんかそういうのがね好きですね。あやっぱりそうなのか。やるのも好き、自分がやるのも好き。なるほど、演じられるのもってことですよね。康二郎さんとかすごく謎です。どういうジャンルを自発的に選ばれるのか。あ僕自身はそうですね、高田さんとか、まあ、高田さんもおっしゃってたみたいに、はい、あのなんて言うんでしょうね、ひっくり返るものはよく好きでよく見るんですけど、それこそエム・ナイト・シャマラン監督の作品とかも、まあ、あの叩かれたりはするのよく見てはいるんですけども、あこういうひっくり返し方があるんだとか、まあ、あと一番好きなのは、まあ、漫画ですけどもやっぱり火の鳥が一番好きなので。そうなんだ。あのなんて言うんでしょう、自分の中のなんて言うんですかね、こう一番芯になった作品って何ですかって聞かれるとよく火の鳥っていうふうに挙げたりはするんですが、火の鳥はまあめちゃくちゃ面白かったんですよね当時。あの手塚治虫先生すごい天才だなと思うことがあって、その未来と太古をこう行き来しながらどんどん真ん中に迫っていくっていう構成になってたりするんですけども、僕が読んだ火の鳥はなんかあこういう大きな話の作り方があるんだっていうのをあの思ってた時に、まあ、谷口五郎監督とか大越一郎さんもあの火の鳥好きで、まあ、よくお話しされてたのが実は火の鳥なんだよっていう風によくお話しされてたんです。あの放送当時のあの制作中の時、ああなるほどなと思って、で、まあまあ、復活の時にあのルルーシュが L2 となった時もこれで火の鳥が2話になりましたよっていうお話をされたことがあったので、ああなるほど、まあ、そう火の鳥を読んでた僕からするとすごいこうスンと落ちたっていう言いますか、まああれですとなんかこうなんていうんですかね、キャラクターたちが人間として生きてるので、こういうあサクッとこう感情移入してたキャラクターこんなところになくなっちゃうんだとかっていうのもあったりはするので、そういう諸行無常な感じとかも非常に参考には原体験になってる感じですね。あとやっぱりこうお話を作る人ってそういうジャンルをこうもちろん自分が選んでみるのも大事だけど、やっぱ意識的に自分が選ぶものだけじゃないところからも摂取しようと普段から心がけてたりするものなんですか？すると思いますよ。まあそれこそクリエイターさんみんなそうかなと思いますし、やっぱ狭まっちゃうからですか？それは。それもありますね。なんで、あとはいえあのそんな壮大なものだけが好きなわけじゃなくて、当然あの、まあ、弊社でいうとラブライブとかも大好きなので、ああそっかそっか、あの、まあ、ここで言うのもなんですがコラボしてるんで、うん、今の時期多分この間発表されてましたけど、はい、まあ、そういうものも好きだったりしますよ。なるほどな。当然語話表現とかもあこんなものがあったりするんだなるほどなって思ったりとか。衝撃はすごいですもんね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、たくさんのお便りありがとうございました、うん、コードギアスジェネシックレコードギアジェネラジオ。ここでコードギアス関連情報をお知らせいたします。コードギアスジェネシックレコードでは現在ライン編が3章まで公開中。観測編ではコードギアス反逆のルルーシュ、コードギアス反逆のルルーシュ R2 と、コードギアス決命の功の物語を楽しめます。そして、最新亡国の秋と第2章は本日4月7日配信開始です。続いてすでに締め切りましたがイラストコンテスト企画へのご投稿ありがとうございました。いくつか賞がありましたがその中のギアジェネ賞の審査員をなんと私たち2人が務めること
になりました。そうなのか。いやそうなんですね。ありがとうございます。知らんかった。頑張ります。頑張ります。あ楽しみだな。このラジオ内で後日受賞者を発表することになっています。景品は私たちの寄せ書きサイン入りギアチーぬいぐるみですので、今後の発表もぜひお楽しみに。そしてツイッターとホームページにて4コマ漫画連載ギアジェネ4コマが連載中です。著者はつれづれチルドレン、幸せかな子の殺し屋生活などで知られる漫画家若林俊也先生。アルやギギと歴代&新シリーズのキャラたちをユニークに紹介していきますので、ぜひお楽しみください。他にも詳細は公式ツイッターなどで随時お知らせいたしますので、続報をお待ちください。以上お知らせでした。ジェネシックレコード、ギアジェネラジオ、コードギアスランキングレコードよ。こちらは皆さんがオリジナルで考えたコードギアスキャラのさまざまなランキングを紹介していくコーナーです、うん、それでは早速いきましょう。お願いします。今のよって何ですか。いやいや、ちょっと愛の手を入れとこうかなと思って。なるほど。お名前鋼の石さんからいただきました。ありがとうございます。一緒に筋トレしてほしいランキング。う3位ギギ。ギギ一瞬飲み込むのに時間かかっちゃった。反応なかったからもう次行こう次行こう思ってましたけど、3位はギギ、そして2位シャーリー、そして栄えある第1位はカレン。あ、まあカレンはまあまあわかるわかる。この3人の理由があります。何ですか。3人まとめて僕のやる気が出るからです。あなたもなんですね。素直ですね。大変欲望に忠実で非常に素晴らしいと思います。ね、素晴らしい。だから全員女の子だった、ね、女の子だった。なるほどね。そうですね。筋トレしてほしいというか応援してほしいみたいなことですか、ね、そうですね。可愛い女の子が近くにいたら頑張れるっていう、ただただ、うんうんうん、この方の煩悩の塊煩悩ランキング。実際誰とやりたい筋トレ。実際か。スザクさんとか。あ、でも一緒だわ。一緒になんか応援してくれそうだなと思って、あとちゃんとここに効くんだよっていうポイントちゃんと教えてくれそうだから、僕は絶対だからそれこそ女の子とか、まあ女の子でもいいのかな、うんうん、サボっちゃうんですよ絶対。サボるというか、なんだろう、もうやめにしようみたいなこと言っても、なんかスザクとかだったらちゃんとなんかやりきるまで、なんかパーソナルトレーナーとしてやってくれそうだから。そうだ、ね、応援してくれそうだし、いいなと思う、ね、まあ、ただ全身の筋繊維が切れるまでやらないそこまではちょっとそこまではなんか嫌なんですけどね。ないけど、でもそれこそ欲望関係なくカレンさんもすごい素敵だなと思う。確かにカレン、カレンも、ね、もう言ってくれそうだし、一緒に休憩も挟みつつね。あ、優しい、うん、楽しくできそうだなと思う。女の子相手だったらね、うん、男だったらなんかビシバシやられそうなんか確かにそうだね。勝手なあれだけど、うん、わかるわ。コーネリアさんとかすごい女の子には優しいんだろうね。はい、ということで、じゃあ続いていきます。続いてランキング、海山丸さんからいただきました。ありがとうございます。はいはい。かくれんぼで見つからなさそうランキング第3位、ニーナ。なんか見つからなそうっていうか、なんか見つけてくれなさそうなんていうか、なんていうんだろうな。なんかちょっと、まあ、続きを聞こう。続いて第2位、ルルーシュ。あ、上手そう、まあ、うまそうだよね、隠れるの上手そう、そして栄えある第1位はディートハルトなるほど。どういうことなんでしょうね、かくれんぼ。そうですね、理由は特に書いてないんですけれども謎のランキングだな。でも3位のニーナはめっちゃわかる。なんか、なんだろうな、おとなし系のさ子ってさ、だいたいかくれんぼやるとさ、なんか最終的に飽きてさ、子供ってすぐ飽きるからさ、なんかいつの間にかかくれんぼ中断してたりするじゃない。もう別の遊びやってたりとかね。そう、こっちは隠れてんのにさ、っていうタイプだよ、ニーナ。こっちはって、こっちはお礼さんも忘れられる方法ってことになりますまあそこはね、ご想像にお任せするですけど、これまた残酷ですね。残酷なんですよ、本当に。なかなかね、1位のディートハルトさん気になるな。確かに理由が気になりますね。どういうあれなんですかね。あれですかね、なんかこう学園祭の時に、はい、隠れるスペースを用意しておいたよって、それが問題になりましたねとかっていうセリフがあったんで、はい、それでそこから
こからなるほど、まあ、そこを拾っていただけてるんだったらなかなかの玄人ですね。玄人のギアサーの人ですね。ギアサーだ、ギアサーだ気になる、気になります。理由もぜひね、もしよかったら今後発表していただければと思います。お願いします。はい、ということで、今回は以上です。このようにオリジナルランキングを考えて送ってください。コードギアスランキングレコードでした。コードギアスジェネシックレコード、ギアジェネラジオ、日常ギアス観測隊。リスナーの皆さんが日常を過ごしていく中で、ふとこれギアスかけられてるとギアスを感じた瞬間を送ってもらうコーナーです。メールを受けて僕たちがギアスの強さを最大100のギアス度で判定し、そのギアスに名前をつけますということで、いや僕も今実際もうね、花粉症のギアスにかかってるから、誰かこのギアスを解いてくれ。イエイ。あれさっき花粉症察知のギアスを持ってるってなんか設定がブレてますけどギアスにかかってる方だったんですね、さてさて一個一個ペンネームバシさんからです。ありがとうございます。免許合宿ですぐに友達を作れるあの陽キャたちは何かしら周囲にギアスをかけているに違いありません。どんなギアスがかかっているか教えていただきたいです。どうですか堀江さん。まあぶっちゃけ僕も車の免許取りたくて通い始めてた時期あったんですけど、はい、マジで学校のなんか雰囲気に馴染めなくて、はい、行かなくなってやめました。そんなにみんなキャッキャしてるものなの？なんかキャッキャしてたね、なんでだろうね、すんごい本当にもうなんかグループとかもできてて、まあ別にグループまあできててもいいし、そこに別に自分が入る必要も全くないんですけど、勝手に自分が、はい、なんか学校やんってなって、やめようと思ってやめちゃった。ギアスかかってなかった俺。かかってないね。ちなみにまあ自動車学校はともかくとして、あの収録の時とかって、はい、今回から新しい作品始めますよって、うんうん、そういう時とかってお二人どうなさってる感じなんですか。もう皆さんで、うわ気になる、俺たちでやっていこうぜとか、私たちでこの作品引っ張っていこうぜみたいな感じ。なんで視線を外すの？高田さんはどう言ったい？私でももっとすごいリアルなことを言うなら、自分の役がどういうところなのかなっていうのも意識しますね。すごく例えばメインと言いますか、あ、はいはいはい、のところだったら、そうね、そのやっぱ皆さんと一緒に空気を作っていかなければならないというか、作ってくださってる先輩たちを見てきたから、そんな風になりたいなっていう気持ちで、まあ、成功してるかどうか知りませんよ、その空気作りうまくできてるか知らないですけど、やろうとは思いますね。声をかけたいなとか、お話ししたいなとは思いますけど、どうですか。いや僕もでも本当に気持ちは本当にそう、うん、同じ、分かる気持ちはね、うん、気持ちは一緒、そうなの、そうなのよ、うん、まあ、ただできてるかは別のお話難しいっすよね。なんかさ、まあ、今コロナの時期でできないけどさ、はい、例えばその収録終わりの飲み会とかのさ、うん、を誘う時のあのドキドキの下りとかさ、うん、ああいうこととかもさ難しいんすよ。そうだね、この我ら族は。うわそうだ、飲み会確かに、ね、だいぶなんか懐かしい響きになってきてるな、ね、あのねセッティングの感じとかさ、緊張するよねあれとかさ。そうだねそうだね、うん、なんかでもやっぱなんかやっぱ最近もうちょっと前まで自分たちがさ、うん、最年少だったりさ、キャリアが一番下だったりする立場だったのがさ、うんうん、なんかいつの間にやらさ、なんかそうじゃなくなってきたじゃない我々。そうだね、うん、なんかそういった時にそのまあ後輩の子たちに、うん、まあなんかそんな分かりやすくなんか、うんうん、へいへいっていかなくても、うんうん、なんかせめて怖がられないようにしようと思って優しい優しさ。そう、なんか本当に僕マジでコミュ障だから、うん、本当に人と話すのが苦手で、うんうん、でもなんかそれってなんかさ、我々が新人の時に思い返してみるとさ、うん、ちょっとなんか怖い感じに映ってたりすることあるパターンもあったりするじゃない、うんうんうん、なんかだからそれは良くないのかもしれないなって思ってるだけ、うんうんうん、行動に移せてるかは別のお話、別のお話だけど、はい、うんうん、でもそれで言うとこの陽キャの方々、見えてる陽キャの方々に見えてる人たちも頑張ってるんじゃないですか、うん、よしこの自動車学校で雰囲気よくするためにグループ組んでいこうぜみたいな。あーそれはどうでしょうかね真っ向から否定された免許合宿は違うんじゃないですか。そんなことあります？わかんない、結構いい話にまとめようとしてまとまろう
としていたところをズバリバサリいきましたけど、クソ野郎がね今ここにいますね。ごめんなさい、切られましたね。じゃあその陽キャの方々はどんなギアスをかけてるんでしょう ね。逆に僕康二郎さんとかの立場の人たちはどういうこうことを考えて、あのお話なんだろう、その制作以外で考えてるんだろうってすごく気になります。やっぱ雰囲気作りを考えてらっしゃってたりするのかなとか、まあまあ、うん、そうですね。僕もどっちかというとお二人と近い側だと思うので、口下手ですし、その人付き合いが苦手な方なので、あんまり、そうですね。なんで、こう喋り方を研究したりとかしますね。あのお話の仕方を、だから、なんていうんですかね、皆さん先に聞くというよりか自分の方から今日こういうことがありましたよって話をして、うわー、とか、あー、それ意識的だったんだ、なるほど、っていうふうにはしてた時期はありましたね。まあ今となっては結構自然にできるようになりましたけど、20代の時とか10代の時とかは、はい、全然、まあ、それこそ、まあ、お二人、最近前のお二人と一緒で僕も一番下だったので、例えばギアスの現場15年前とかだと皆さんやはり年上の方々で尊敬すべき方々ばっかりだったので、その中で自分がいかにこうできるかっていうのを、まあ、背伸びしてた時期があったので、まあ、年上の方との話し方とかいろいろ年上の方を見て勉強してきたっていう感じですよね。っていう感じですよ、まあ、なんできっと陽キャの方々もう一回言いますけど、なんか努力してる可能性もありますよ。努力してます。素晴らしい。だから努力ですね、ギアスを。そう、ギアス、努力のギアス、ね、努力のギアス。だから陽キャの陽は日差し、日差しがないと影もできないですから。うん、確かに、うん。そうだね。それまとまりました、今。陽キャってもともとそういう意味かと思ってた。ね。ということで以上日常ギアス観測隊でした。お送りしてきました。サードギアスジュラシックレコードギアジュラジオ。あっという間にエンディングとなってしまいました。第56回放送いかがでしたでしょうか。いやー、そうですね、まあ、はい、いや花粉がね、ちょっと花粉もすごい気になりますけど、ごめんなさい、本当、はい、鼻声になったりとか、ちょっと涙も、あ、鼻声になってました、あ、鼻声、なってました、お、急に僕は切り替えられるんですよ、切り替えのギアス持ってるんで、いっぱい持ってるね、ギアス、いっぱい持ってるの、うん、かけられてたり、持ってたり、忙しいね、そう、まあ、逆に言うと設定がブレてるって感じ。ブレブレの堀江くんということで、さて番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌や作品の感想、各コーナーでのメール、堀江くんへの指令と罰ゲーム案もお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます。ツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグギアジェネ、ハッシュタグコードギアスをつけて一緒に盛り上がりましょう。そして次回の配信にはゲストさんとしてクルルギスザク役の桜井貴博さんがいらっしゃいます。素晴らしい。これはもしかしたらカルマスザクのお話だったりとかですね、お聞きできるのかもしれませんね。ですねですね、楽しみです。はい、では最後に僕に与えられた指令ですけど、あーくしゃみも、お二人は何だったと思いますか。っていうか、そのくしゃみが指令じゃなかったら、うんうん、単純に切ってもらいたいですよね。あの配信の時に、いやあのブラフで挟んでたりとかさ、さすがにこうありますリスナーの方にちょっと、うん、耳障り。ここまでは言ってませんけど。あまりにもちょっとくしゃみが多かったようにも感じますね。何ですか。どうなんでしょう。ね、でもくしゃみですかね。ただくしゃみの仕方ね、本来の堀江さんの演技力から比べると下手なんですよ。ぐしゅってしか言わないです。言うとりました。僕そこらえるんです、くしゃみ。クションってやるとなんか、はい、うわくしゃみしてんなって感じるじゃないですか。出るんで、だからこうこらえた時のっていう。いやでも横から今日は横から見てますけど、マイクに近づけてググって言ってますから、ね。マイクに乗せようとしてる。いやいやそんなことはない。じゃあいいんですか本当に。はい、じゃあくしゃみで、くしゃみにしようかな。もうちょっと咀嚼した方がいいんじゃないですか。咀嚼、もうちょっと考えた方がいいんじゃないの。どう。もうちょっと必要だと思う、10個するの。あ、本当に、まあ、これ親切よ。親切で言ってくれてる、うん、俺全然いいのよ、本当そのままでも
いんだけどね。親切で言ってくれてるんですかね。あどうなんですかね。どうしよう。もっとどんな風に言ったらいいんだろう。くしゃみは合ってる。くしゃみは合ってるよね、きっとこの感じ。ちょっと見てください、高田さんの目を見て答えた方がいいです。んくしゃみは合ってるよね。え、それ質問ですか。質問です。そういう質問ですか。そうですか。いや、ちょっとそう、ちょっと答えられないですね。ああ、そうなんだ。でもってことは多分くしゃみなんですよ。くしゃみなんですよ、ね、多分くしゃみなんですけど、まあいいか、くしゃみで。くしゃみでいきましょう。シンプルにくしゃみでお願いします。それでいいんだ。うん、お二人の予想頼む。正解ですよ。やったー。今回の指令は嘘くしゃみを番組中に入れ込め。嘘ってところが当たってた。やった。ごくごく単純でしたね。シンプルでしたね。はい、あ、よくわかりましたね。うん、こちらとしてはですね、あの本当はなんか作戦として、はい、そのお便りを読む時とかに、うんうん、ラジオネーム誰々さんがくしゃみたいなことをやって、はい、やった後に、うんうん、あ、すいません、直射目やっちゃったね、もう一回みたいな感じで、うん、あの切ってもらう手でもう一回自分で編集点入れて読み直したりとかするような作戦を作家さんと練ってたんですけど、すごい作戦しっかりしてる。そのための、うん、なんだろう、味付けとして、はい、下味付けとして、はい、打ち合わせの時に、うん、今日花粉やばくないみたいな話をして、あのそれをやる自然な流れに持っていくためにやってたんですけど、やってた。ちょっとやりすぎました、その打ち合わせの。そうなんですよね、味付けが。うん、確かに、なんか打ち合わせの段階で堀江くんが花粉症がって言ってた時にチラッてこうディレクターの方を見てた。その視線の泳ぎをね、私はちょっと見てて。怖いのよ。そうなんですよ、つい、あれ、なんか今やってるって言って言ってしまったから。言ってしまったんやね。そうそうそう、言ってしまってちょっと動揺させてしまったんだけど、うんうん、でもじゃあくしゃみで合ってたってことなんだね。はい、合ってました。堀江俊なんて素直な生き物なんだ。はい、何ですか罰ゲームは。じゃあ罰ゲームが入りますね。罰ゲームは一体何でしょうか。ああ、そうですか、うん、罰ゲームはラジオネームパチョさんからいただきました。臭い匂いパート2、臭屋です。匂い強いのでマスクのままで嗅いでいいですって。そんなに。あとこういう匂い系に関してはですね、あのもろともなんですよ。いや、今入った瞬間ちょっとだけ匂いましたね。え、本当ですか。はい、なんかこうパウチ。しかもこれ別にスタッフさんが用意してくださったものではあるけど、はい、そのなんだろう、これ用に用意したっていうよりは、はい、もうなんか売ってる、売ってるもの感ありません、これ。なんか、ね、なんか封は開いてない、封は開いてないですもん。はい、おーい、あ、すごい、すごい、開けるの。ま、でもまず上のこれから、うん、上はまだ、ね、大丈夫。上はまだね。本当にいよいよここからチャックを開いたらね。チャックを開いたらよ。はい、あ、すごいね。鼻の近くで開けてくださいという指令が、ね、なります。あとね、内側の袋もちょっと湿ってるのが怖いんだよ。わ、開けます。そこまでなのかな。うわ、離せよ。ダメだこれ。これはすごい、これはすごい、これはすごいぞ、これこれはマジでやばい、これマジでやばいっす。え、あ、くっさ。あの、これさ、人として最悪です。ちょっとやばい、早く終わろう。でもこれ食べ物なんですもんね。そう、これ美味しく食べるものなんですもんね。食べたら美味しいんだもんね。間違いない。はい、ということで小次郎さん、本当に今日はありがとうございました。ちょっと、はい、ちょっとあのこの場を借りてちょっとお話したいことが一つだけございまして、あ、まあ、ちょっとこの草屋の雰囲気で言うのはあれなんですけども、はい、まあ、ですね、あの先日2月にですね、あのシュナイゼル役の、井上紀弘さんがご逝去されまして、本当にお悔やみを申し上げたいなと、この場をお借りしてお悔やみ申し上げたいと思います。で、スタッフ一同同じ気持ちでして、で、まあ今まで役をやっていただいた方々もそうですし、まあ、当然、ですね、この15年間やってるとですね、まあ、キャストの方もスタッフにもですね、こう作品から離れざるを得ない人が多くいてですね、ちょっと、まあ、その人たちの気持ちを受け継いで、まあ、またこれからもコードギアス続けてまいりますので、ぜひ、コードギアスからの応援をお願いできればと思います。はい、っていうことをちょっと今日お伝えしたくてですね、はい、ちょっとこの今回罰ゲームを当てなきゃよかったなってちょっと思いました。本当ですよね。本当になんで草屋開花された後に大切なお知らせを。ちょっと僕のタイミングが悪かったです。すいません。まあ、ちょっともうね、番組自体はすごい楽しかったです。良かったです。それは良かったです。はい。匂いがブース中に充満してますけどもね。ちょっと気持ち切り替えて。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでお時間が来てしまいました。お相手はアル役の堀江俊と
ギギ役の高田裕樹と、サンライズの谷口浩次郎でした。一応サンライズですね、バンダイナムコフィルムワークスでもいいんですけど、はい、サンライズ精神は忘れずにこれからもやっていきますので、はい、そうですね、コードギアス担当の谷口浩次郎でした。バイバイ。この番組はコードギアス、ジェネシックレコード制作委員会の提供でお送りしました。忘れない、忘れはしない、この思いを失った日のことを、全てを失ったあの日のことを、だから取り戻す、この手に、この胸に取り戻すんだ。復讐を果たす、その日まで。復活のルルーシュの後の物語を紡ぐ全てのコードギアスの謎を解く、シリーズ初の新作スマートフォンゲーム、コードギアス、ジェネシックレコード。アルが願う新しい世界での目覚めを。私はギギ、あなたに永遠をあげる女。この図書館に本がないのはあなたのせいで、本があるのはあなたのおかげ。いいだろう、結ぶぞその契約。俺は自分の指揮官を死なせるようなヘマはしない。俺は俺の心にある正義の味方を目指す。俺は力で弱者を虐げる奴らを噛み砕くだけだ。記念すべき初任務ね。準備はいい？猛虎一閃火炎なぎ。どうやら芽生えたようだ、発明の種、好奇心がね。近藤さんを支える、これが俺の誠だ。記憶はないけれど前向きなのが取り柄なんだ。主人公アルが謎の少女ギギの導きによって時間、時空、時代を超え新たなる復讐の物語を描くギアス RPG。 プレイヤーは記憶を持たない少年アルとなり、自ら持つ異想転移のギアスの能力を使い、歴代シリーズのキャラクターや新たに誕生するキャラクターたちを仲間に、様々な時代に飛び散ったギアスのかけらを追い求めていく。谷口五郎、大河内一郎総監修、アニメーションサンライズ、キャラクターデザイン原案クランプ、原作スタッフが参画。コードギアスの謎が解き放たれていくメインストーリーライン編、歴代シリーズの追体験や新たなコードギアスストーリーを体験できる観測編、シミュレーション仕様の戦略バトルと RPG 仕様のストーリーバトル、スキル、必殺技、そしてギアスを使用可能。さまざまなギアス能力を駆使してバトルを優位に進めよう。ルルーシュ、アキト、レンヤ、オルドリンをはじめ歴代コードギアスシリーズ全てのキャラクターが集結。時代を超えて集うギアスの記憶。これは新たなる復讐の物語。全ての答えはジェネシックレコードへ。